Hello everyone! 皆さんこんにちは、ヒューマです。今日も市場に行って野菜だったりお魚を買いました。この後お家に帰って料理をしました。最後まで見ていただけたら嬉しいです。僕は今年からクロアチア国立劇場でバレエダンサーとして働いています。ここはお魚コーナーです。今日は火曜日でたくさんの種類の魚が売られていました。ここにはたくさんのイワシが売られていました。新鮮で美味しそうなイワシだったのでたくさんの人が買おうとしていました。クロアチアはアドリア海に面しているのでたくさんの新鮮で美味しいお魚が取れるようです。今日はこちらのサバを買いました。Hello everyone! 皆さんこんにちは、ヒューマです。で、今さっき市場行って買い物をしたんですけど、だから今から料理をしていきます。で、買ったのはいろいろ買ったんですけど、今からまずサバをさばいていきたいと思います。サバ2匹で20クーナーで、だから340円くらいです。あれ？あ、サバ3匹で340円です。結構安いですね。あ、2匹いると思ったら僕3匹買ってたんですよ。忘れてた。すごい。いきますよ。1匹目。あ。え？ああ。サバ4匹買ってたんですよ、僕。びっくりした。あ、4匹で20クーナーって結構安いですね。4匹で340円って結構いいんじゃないですか。安くて。毎日食えますよ。安い。ではこちらをさばいてきます、はい、サバですよね。僕魚詳しくないんですけど、4匹で20クーナーは結構安いですね。340円です、この量で。今は1匹目、まずは頭と内臓を取ってお腹を洗って、でイワシをさばいた時みたいに、サバもイワシと同様こんな風に手で骨を取ってみようかなって思って取ってみたんですけど、身が結構ボロボロになってしまうので、あ、これはダメだと思って、ちゃんとナイフを使って3枚おろしにしようと思いました。イワシの場合は身を開いたら手で尻尾の方から骨をピーって取れるんですけど、サバの場合はちゃんとナイフを使って3枚おろしにしています。この時はサバをさばくのが初めてでした。だからこの日初めて3枚おろしをナイフでやったんですけど、ちなみにこの前っていうか結構前なんですけど、タイをさばいたんですよ。動画にもしたんですけど、その時も3枚おろしにしたかったんですけど、やり方全然わかんなくって、だから3枚おろしというよりもは頑張って一生懸命切って、それを全部鍋の中に入れて煮たって感じで、3枚おろしはしませんでした。だからこの日初めて3枚おろしを経験しました。サバをさばく前はさばき方が全く分からなかったんですけど、4匹サバをさばいていくうちにだんだんさばき方も理解できて、体の作りだったりそういうのが分かるようになってきたので、今度またタイを買った時はもっと綺麗にさばけれる自信が今はあります。とは言ってもやっぱりタイは高いお魚なので、何かお祝いしたい時に自分へのご褒美に買いたいなって思ってます。それまでは練習にサバだったり他の安いお魚を買って一生懸命練習していきたいなって思います。4匹で340円だったので、これからもたくさん買いたいと思います。栄養も満点なので、今は腹骨を切ろうとしているところです。はい、今回もサバさばくの初めてだったので、どうさばくのか正解が全く分かんなかったんですけど、ただ一旦さばき終わりました。まあ、もちろん早くさばかないと内臓とかあるとすぐ傷んじゃうんで、はい、こんな感じです。まあ、中にこう例えばここ骨とか入ってるんですけど、ここをどうやって取ればいいのか分かんなかったんで、食べながら取って食べたいと思います。はい、一品目完成。
今度は市場で買ったじゃがいもを洗って切って茹でたいと思います。じゃがいもは2キロで14クーナだったので日本円で約238円でした。本当に市場で売っているじゃがいもは形もいいし見た目もすごく綺麗なので毎回見つけたら買うようにしています。今度は玉ねぎを切っています。玉ねぎは1キロで8クーナでした。僕は1キロ買ったので日本円で136円です。カメラを後ろからのアングルにしたのでちょっと切ってるところはちゃんと映ってませんでした。今から玉ねぎを炒めていきます。そしてじゃがいもも今茹でています。ブロッコリーも切って洗ったのでまずは炒めてから玉ねぎと一緒に炒めてからその後じゃがいもと一緒に茹でました。僕は玉ねぎはちょっと炒めすぎるくらいが結構好きです。そしたら甘くなってくれるので辛い玉ねぎよりも僕は甘い玉ねぎが好きです。そして残りのじゃがいもは明日の分にラップを包んで取っておきます。冷蔵庫に入っていた残りの昨日さばいたイワシもついでに炒めていきます。イワシは本当に安くてしかも体にもめちゃくちゃいいので本当に最近はほとんど毎日イワシ食べてました。イワシは醤油だけの味付けにしました。今度はトマトを洗ってトマトを切ります。トマトはこの大きさが5個でたったの102円でした。めちゃくちゃ安いトマトが買えて今日はとても嬉しかったです。はい、完成しました。ホックホク、ホックホクよ。はい、ポテトめっちゃ熱いで、これも、はい、完成しました。まずポテトとすごいホックホクで熱そうとサバ、これがメインですね、今日の楽しみで、まあ、ここにイワシも昨日の残りの分も焼いたんですけど、ここにイワシがあるんですけど、玉ねぎ、ブロッコリー、あとトマトですね。いただきます、じゃまずはサバからいただきます。いただきます。うわ、美味しい。じゃがいもすっごいホクホクでめっちゃちょうどいい茹で具合にできました。めっちゃ美味しい。ちょっと用意したんですけどバターちょっと入れたいと思います。で入れてじゃがバターで食べたいと思います。わあ、これ絶対美味しいぞ。でバターをちょっと取っていただきます。うまっ。わ、これうまいな。ちょっとこれからの僕のブームになりますわ、これ。めっちゃ美味しい。素材の美味しさがいいんですよね、クロアチアって。じゃがいもとか肉もそうなんですけど。だからただ焼いただけだったり、ただ茹でただけでも結構美味しくできます。めっちゃ美味しい。海外でサバ食べれるなんて僕思いも知りませんでした。イワシ最近結構食べてたんで、うわ、安定にイワシめっちゃうまい。うまいな。トマトはもう少し冷やしてからの方が美味しいですね、多分。美味しい。じゃあ今からこれゆっくり食べていきたいと思います。最後まで動画見てくださりありがとうございました。それではさよなら、バイバイ。